佐々木幸忠佐々木幸忠は日本の家族、公爵、貴族院議員。神社本庁通りや、神宮の大宮寺、国学院大学理事長、学長を務めるなど新職会で中心的な働きをした。1893年、東京府に生まれる。1914年、学習院高等科を卒業して、京都帝国大学法科大学生経科に進み、 1917年、東京帝国大学文科大学に転入学。在学中の1918年に、貴族院議員となり、以後は国政に、1000年、1937年と1944年には、貴族院副議長を務めた。1946年4月25日、貴族院議員を辞職。1934年から、公典高級所、所長。 1942年から国学院大学学長を歴任。戦後 GHQ の指令によって、高天高級所が解散した際には、国学院の財団創立に奔走、理事長に就任したが、公職追放を受ける。1946年に神社本庁顧問。1951年に伊勢神宮大宮市。1959年に神社本庁通りを務めた。 1959年からは、国学院大学の理事長、学長に復帰した。祖父は、佐々木孝之。父は、佐々木孝美。妻、与那子は、元宮内政大前頭、上野木三郎の四女。行忠、だ、与那子夫妻の長男、行備は、東京大学理学部の教授を務め、住友財閥の十六代目、当主、住友吉左衛門ともなりの長女と結婚した。 長女、三恵子は、櫛田真一の妻、櫛田和美の母。雪忠の義兄に、服部金太郎の長男で、服部時計店の二代目社長を務めた、服部源蔵と、加藤孝明の次男で、東名火災会場保険の取締役を務めた、加藤孝太郎が、義弟に、段拓馬の長男で九州朝日放送会長を、務めた、段井能がいる。元東洋霊四会長、 伊藤与三郎の妻、塩子は十枚。ありがとうございます。